ボートレース玉川関東支部終結バトル有冠富士杯見事優勝浜野谷健吾選手ですおめでとうございますあ,ありがとうございます見事人気に応えての優勝となりました今レースを終えてどんなお気持ちでいらっしゃいますかそうですちょっと風が不安定だったんでそこだけですね、はい、スタートは今ゼロ九だったようですまあよかったと思いますよかったですねはい、えー、後ほどもう一度ゆっくりとお話をさせていただきます先に表彰に移らせていただきます 優勝いたしました浜野谷選手へ産経新聞社より副賞のカタログギフトが送られます贈呈を行いますのは産経新聞社有刊富士営業局次長伊坂牧夫様でございますよろしくお願いいたしますおめでとうございました伊坂様ありがとうございましたでは改めてお話を伺ってまいります改めて優勝、はい、おめでとうございますありがとうございます さて、今シリーズ四日間のシリーズということでもありましたけれども、パートナーの五十五号機。まあ、最終的な判断というところも含めて、どんな相棒でしたか。あのプロペラがね、特殊な形だったので、うん、まあ、四日しかなかったんでね。もうほとんど。戦わずに。乗れ。前の子が乗れてるんでね、僕も乗れると思って <laughs>。そのまま行きました。そうだったんですね。そうした中で優勝という結果になりました。ええー、通算では九十七回目の優勝ですけれども。 玉川の最多優勝回数16回に並ぶ形になりましたそうですね、はい、先輩たちに並べてよかったです、うんはい、長岡選手それから三隅選手に並んでということですけれどもあのやっぱり玉川で走るときはこの回数というのはついつい周りも意識をさせてしまうところも今までありましたかねそうですね優勝乗るたびに言われてきちゃったんでまあで取れてよかったですね、はいうんはい、見事な優勝となりましてでこの後 玉川の予定といいますと来月に周年記念がございまして、はいうん、えまずこの周年記念ですけれどもファン投票1位での初日12レースドリーム一号艇が決まっています改めていかがでしょうあありがとうございます大して活躍もしてないのにすいませんいいと,とんでございません、はい、あの今年に関しては平和島の正,正月東京ダービーも優勝して2回目の優勝となります、はいまあ、まだまだあ期間短いですけれどもどんな印象ですか今年の走りは そうですね、まあ、正月から調子も良かったので、うん、今年はいい年になるあの流れをね外さなければいいい年になると思います、はい、そのあたり来月の周年記念も期待したいところ来月で玉川の最多優勝の記録作ったらかっこいいですね。 <laughs> そう、いやそうフライングしたから、ね <laughs> あんまり煽ってはというところもございますけれども、はい、また活躍も期待したいというふうに思いますので、はい、最後ファンの皆様に一言いただけますか。はい、そうですね、最後まで応援してくれてありがとうございます。えー、そうですね、まあ玉川、まあ,あの東京を含め関東ではね、はい、負けないように頑張りますので、これからも応援お願いします。見事今シリーズの玉川優勝浜野健吾選手でした。本当におめでありがとうございました。